こんにちは、ポイ活投資チャンネルです。本日の動画のテーマ、三井住友カード家族カードタッチ決済1000ポイントキャンペーンについてご紹介してまいります。さて、では3月20日水曜日となっております。まずはじめに、三井住友カードでは家族カードのキャンペーンが開始されます。こちらのキャンペーンではタッチ決済を行うことで1000ポイントをゲットすることが可能であります。そして三井住友カードを用いましたポイ活の活用事例もご紹介してまいります。最後にお得なキャンペーンとなっております。ぜひ最後まで見ていってください。まずはじめに、本日の動画でお伝えしたいことは3点になります。1点目ですが、三井住友カードでは家族カードでタッチ決済を利用すると1000ポイントゲットできるキャンペーン開催中となっております。ただし、マスターブランドは対象外となっております。今回のキャンペーンはビザのみの対象となっております。次に2点目であります。プラチナプリファードや三井住友カードゴールドナンバーレスの家族カードの年会費につきましては永年無料となっております。続いて3点目であります。国家元クレカルートでいつものお買い物が大変お得に購入することができます。例えばプラチナプリファードを活用したルートですと還元率 4%、 三井住友カードゴールドナンバーレスの場合は還元率 3.5% となっております。つまり本日の動画では、三井住友カードでポイ活を始める大チャンスといった内容となっております。目次一つ目は、三井住友カード家族カードのキャンペーンのご紹介となります。こちら公式サイトの画面キャプチャーであります。今回のキャンペーンはエントリーが不要となっております。家族がスマホのタッチ決済を始めますと V ポイントギフト1000円分の漏れなくもらえるキャンペーンとなっております。キャンペーン期間は3月21日から4月19日までとなっております。キャンペーンの内容も確認いたしましょう。対象の方限定となっております。特別なキャンペーンのご案内、期間内にご家族のスマートフォンで家族カードを Apple Pay や Google Pay に設定し、スマホのタッチ決済利用すると1000円分の V ポイントギフトコードプレゼントとなっております。ご家族皆さんでスマホのタッチ決済を始めましょうといったキャンペーンとなっております。今回のキャンペーンの期間につきましては3月21日から4月19日までとなっております。また対象者についてですが、当社から当キャンペーンに関するメールまたは V パスアプリのプッシュ通知を受け取った方、さらに V パスのキャンペーン情報または V パスアプリのお得情報に当キャンペーンの告知バナーが表示されている方が対象となります。そして今回のキャンペーンの対象カードはご覧の通りとなっております。なお、メジャーなカードだけ見てみますと、三井住友カードプラチナプリファード、そして三井住友カードゴールドナンバーレスのビザブランド、そして三井住友カードのナンバーレスビザブランドのみとなっております。なお、注意点といたしましては、オリーブのフレキシブルペイクレジットモードやマスターカードブランドにつきましては対象外となりますのでお気をつけください。では本キャンペーンの詳細条件も見てまいりましょう。まずは期間中に以下2点を達成する必要があります。1点目ですが、ご自身に紐付く家族カードを家族のスマートフォンで Apple Pay もしくは Google Pay に設定をいたします。2点目は、1回以上スマホのタッチ決済を利用いたします。カード現物のタッチ決済や ID 決済、 E 対面決済を除かれております。 Apple Pay や Google Pay での決済が対象となっておりますのでご注意ください。では今回のキャンペーンの特典も見てまいりましょう。条件を満たした家族カードが紐づいている本会員に1000円分の V ポイントギフトコードプレゼントとなります。2024年6月中旬から下旬頃に V パスにご登録いただいたメールアドレス宛てに V ポイントギフトコードの送付が行われます。告示2つ目は、三井住友カードポイ活事例のご紹介となります。まずは3種カードのスペックについて確認いたしましょう。プラチナプリファードゴールドナンバーレス、三井住友カードヒラカードのナンバーレスとなっております。国還元クレカルートで見てみますと、プラチナプリファードは最大 4% 還元、ゴールドナンバーレスについては最大 3.5% 還元で、ヒラカードナンバーレスは最大 2.5% 還元となります。ブランドにつきましては、プラチナプリファードはビザのみとなっております。ゴールドナンバーレスと通常のナンバーレスにつきましては、ビザかマスターとなります。今回の家族カードのキャンペーンにつきましては、ビザのみの対応となっております。次に、クレカ積み立て SBI 証券となります。プラチナプリファードにつきましては 5% 還元。そしてゴールドナンバーレスは 1%。三井住友カード、ヒラカードのナンバーレスは 0.5% となっております。
なお3月に内閣府令が改正されまして、毎月の上限が10万円に拡大されることが決定されました。そして還元率につきましては近々発表予定となっております。次に継続特典となります、プラチナプリファードにつきましては最大で4万ポイント、100万円ごとに1万ポイントゲットができます。ゴールドナンバーレスにつきましては1万ポイント、100万円利用時に1万ポイントゲットができます。キラカードのナンバーレスにつきましては継続特典はありません。続いて年会費となります、プラチナプリファードは3万3000円であります。ゴールドナンバーレスは5500円でありますが、年間100万円利用で翌年度以降永年無料とすることができます。キラカードのナンバーレスは永年無料となっております。では次に家族カードのご紹介となります。ご家族のためのクレジットカードでありまして、本会員と同様のサービスを利用することが可能となっております。家族カードの概要となります。まずは年会費でありますが、以下のカードにつきましては年会費は永年無料となっております。三井住友カードナンバーレス、三井住友カードゴールドのナンバーレス、そして三井住友カード CL、 そして三井住友カードプラチナ、三井住友カードプラチナプリファードに関しましては、ご家族のカードも年会費永年無料となっております。なお、これらのカード以外につきましては、カード種別ごとに年会費がかかる場合もありますので、公式サイトで確認してみてください。そして、プラチナプリファードにつきましては、現在激アツの入会キャンペーン開催中となっております。なんと最大で6万8000ポイントもゲットすることができます。プラチナプリファードの年会費は3万3000円でありますので、倍以上のポイントをゲットすることができます。この最大6万8000ポイントの内訳でありますが、3つのキャンペーンに分かれております。まず1つ目ですが、新規入会利用特典で4万ポイント。ご入会付きの3ヶ月後末までに40万円以上利用いただきますと4万ポイントゲットができます。続いて2つ目は紹介制度となります。1万ポイントゲットができます。当チャンネルの紹介 URL からご加入いただきますと1万ポイントがゲットできます。大手のポイントサイトモッピーでは5000ポイント程度でありますので、こちらの紹介制度をご利用いただいた方が大きくポイントをいただくことが可能となっております。紹介 URL につきましては本動画の概要欄に貼り付けております。次に3つ目はキャッシュレスプラン増額キャンペーンとなります。最大で1万8000ポイント、こちら特典1つ目で新規入会で1000円相当の V ポイントプレゼント、2つ目の特典はご利用金額の 10% 分最大で1万7000円相当の V ポイントプレゼントとなっております。次に三井住友カードゴールドナンバーレスとプラチナプリファードの100万円修行についてご紹介いたします。今回ご紹介いたします100万円修行は全部で4種類となっております。まずは1つ目ですが、 auPay プリペイドカードへのチャージとなります。対象のカードは三井住友カードゴールドナンバーレスのマスターブランドのみとなっております。三井住友カードゴールドナンバーレスから auPay プリペイド、 ANAPay、 楽天エディ、楽天キャッシュ、楽天ペイルートであります。こちらの還元率は 3.5% 還元。そして月間上限は5万円までで auPay プリペイド縛りとなっております。次に2つ目の修行方法となります。バンドルカードリアルプラスとなります。なお、こちらのルートにつきましてはまだ未検証となっております。私自身もバンドルカードリアルプラスを現在入手中となっております。入手後検証いたしまして、皆様に検証結果をお伝えしてできればと思っております。こちらのルートですが、プラチナプリファードまたは三井住友カードゴールドナンバーレスからバンドルカードリアルプラスにチャージを行います。続いて ANAPay、 楽天エディ、楽天キャッシュ、楽天ペイルートであります。プラチナプリファードの場合は還元率 4%、 ゴールドナンバーレスの場合は 3.5% 還元となっております。月間上限は10万円で楽天エディ縛りとなります。次に3つ目の100万円修行となります。楽天証券、楽天キャッシュ、投信即利となっております。こちらも先ほどのバンドルカードリアルプラスとチャージルートは同じでありまして、最後の出口で楽天キャッシュを楽天ペイではなく楽天証券で投信即利を行うこととなります。還元率につきましてはプラチナプリファードで 3%、 ゴールドナンバーレスでは 2.5% となっております。月間上限は10万円で楽天エディ縛りとなっております。なお、プラチナプリファードに関しましては、年会費が3万3000円も必要となってまいりますので、こちらの楽天証券、楽天キャッシュ、投信即利は必須と言っても良いかと思います。最後の100万円修行おすすめは、特約店プラチナプリファードとなっております。日頃利用いたします、スーパーやコンビニ、飲食店がないか確認いたしましょう。高加減クレカルートよりも単体カードでも十分高加減となります。例えばスーパーでありますと 3.5% 還元となります。
この 3.5% 還元の内訳でありますが、基本還元の 1%、100万円利用特典の 1% と、リボワザ 0.5%、特約店の 1% で合計 3.5% 還元となっております。なお、スーパー以外にも多数の店舗が登録をされております。プラチナプリファードの場合ですが、特約店ではプラス 1% から 9% 還元をゲットすることができます。なお、月間上限につきましては、プラチナプリファードのクレーカ上限額となっております。次にご紹介いたしますのは、プラチナプリファードの損益分岐点となっております。比較いたしますクレジットカードは3種クレカとなっております。3種クレカとは、三井住友カードゴールドナンバーレス、オリーブゴールドと JQ エポスゴールドカードとなっております。なお、こちらの損益分岐点につきましては、青色のグラフがプラチナプリファード、赤色のグラフが3種クレカとなっております。縦軸には年間獲得ポイント、横軸には年間の利用額となっております。なお、ご覧のグラフにつきましては、クレーカ積み立てがある場合を想定した損益分岐点となっております。まずは、プラチナプリファードの年会費負けでありますが、100万円利用特典がありますので、すでに100万円利用時で2万ポイントほど獲得することができます。つまり、プラチナプリファードで赤字となることはありません。次に損益分岐点は180万円となっております。年間180万円までは3種クレカがお得となります。3種クレカにつきましてはご覧の赤色のグラフとなっております。若干ながら3種クレカの方がお得となっております。逆に言いますと、180万円を超えてきますとプラチナプリファードがだんだんお得となっております。ご覧のグラフは一番右側が年間利用額400万円となっております。400万円に近づけば近づくほどプラチナプリファードの方がお得となってきております。そして楽天証券の楽天キャッシュ投信即利を活用いたしますと、年間180万円の損益分岐点をさらに下げることができます。例えば現在は月5万円の投資を年間行いますと60万円消費することができますので、損益分岐点を180万円から120万円に下げることが可能となっております。つまり年間120万円ご利用の予定がある方につきましては、プラチナプリファードの方がお得になる計算となっております。まとめますとご覧の通りとなります。損益分岐点の通り、プラチナプリファードは3種クレカと比較して年間180万円以上の利用される方にとっては大変お得なカードとなっております。さらに SBI 証券と楽天証券、楽天キャッシュでの投信即利を行いますと、実質年間120万円以上の利用でプラチナプリファードの方がお得となります。そのため、いかにお得に楽天キャッシュを調達するかが重要となってきております。そしてプラチナプリファードにつきましては、私自身もつい最近運用を開始いたしました。プラチナプリファードや特集を組んで詳しくご紹介しております。こちらの関連動画は本動画の概要欄に URL を貼り付けております。さらに今回の高加減クレカルートでもご紹介いたしましたが、プラス 0.5% ゲットするためにリボ技を活用しております。皆様もリボ技活用してみてはいかがでしょうか。意外と簡単な方法となっております。最後に、クレカ積み立て即利に関しまして、月上限が10万円に拡大をされております。こちらの関連動画につきましては、SBI 証券、楽天証券、マネックス証券、au、株コム証券の月10万円投資につきまして、まとめてご紹介をしております。これらの関連動画につきましては、本動画の概要欄に URL を貼り付けております。目次3つ目はお得なキャンペーンとなります。本日ご紹介いたしましたプラチナプリファードや三井住友カードゴールドナンバーレスオリーブゴールドにつきましては、ご覧の通り大手のポイントサイトから新規に発行いたしますとポイントをゲットできちゃいます。特にプラチナプリファードにつきましては、紹介制度からご加入いただきますと1番ポイントとなっております。大手のポイントサイトモッピーでも5000ポイントでありますので、紹介生徒の方が倍ポイントを獲得することができます。さらに公式サイトでは最大で1万8000ポイントのキャンペーンも実施中となっております。特にすごいのがオリーブゴールドでありまして、公式サイトでは最大で3万5100ポイントキャンペーン実施中となっております。そしてご覧の表につきましては、当チャンネルおすすめのクレカ積み立てで行いますクレジットカードと証券会社の一覧となっております。これら全部申し込みますと、なんと19万7100ポイントもゲットすることが可能となっております。特に赤字の案件につきましては1万ポイント超えてきております。プラチナプリファードでは紹介制度で1万ポイントですし、公式サイトでも1万8000ポイント、オリーブゴールドでは3万5100ポイントであります。他にも au ペイカードでは1万ポイント、公式サイト、
そしてイオンカードセレクトも公式サイトで12000ポイント、なんと D カードゴールドでは大手ポイントサイトから25000ポイントゲットができます。こちら過去最大級となっております。ついで証券会社でありますが、 au 株コム証券でもモッピーから11000ポイント、マネックス証券ではハッタスで10000ポイント、ポイントインカムでは12500ポイントとなっております。これらのキャンペーンにつきましては本動画の概要欄にすべて貼り付けております。気になるものがありましたら概要欄から申し込んでみてください。申し込んでいただきますと当チャンネルにも少額ながら報酬がございます。もしよろしければ概要欄を覗いてみてください。さらに大手のポイントサイトでは新規に ID を発行し条件を達成いたしますとポイントがゲットできちゃいます。まずは大手ポイントサイトのハビタスのご紹介となります。3月31日までの登録者限定ということで広告を利用し1000ポイント以上獲得で最大1700ポイントプレゼントとなっております。なお新規 ID 作成につきましては紹介 URL をご利用ください。こちらの紹介 URL は本動画の概要欄にも貼り付けております。続きましてポイントインカムのご紹介となっております。ポイントインカムではお友達への特典ということで入会ボーナスで1000ポイント、交換ボーナスでも1000ポイント、合計2000ポイントをゲットすることができます。紹介 URL、紹介コードは本動画の概要欄に貼り付けております。最後にモッピーのご紹介となります。お友達への特典ということで入会後のミッションクリアで2000ポイントをゲットすることができます。紹介 URL、紹介コードは本動画の概要欄に貼り付けております。